はい、それで今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の12月12日の月曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきますということですけれども、今日はですね、ご覧の通り12月12日月曜日の日本経済新聞の朝刊は休刊というふうになっているので、昨日のですね、2022年令和4年の12月11日、日曜日の日本経済新聞朝刊から、音読の題材を探してみたいなというふうに思ってます。ということでですね、今朝は本当にいい天気で、明日はですね、またなんか、火曜日雨が降る予報となっていて、明日のですね、天気予報によると最高気温が10度に届かない、8度か9度ぐらいというような予報になっていますけれど、今日はですね、12、3度ぐらいまで上がりそうだということで、天気も良くて気持ちのいい一日になりそうですけれども、明日寒くなり、明後日以降また天気も回復しながらもですね、気温がまあ大体10度から15度ぐらいの間ということなので、12月に関してはですね、そのぐらいの天気が続いてくれるといいなというところですけれども、年が明けてくると最高気温が10度に届かない日も出てくるような、本当に、この12月後半からですね、1月2月にかけては本当に真冬というような天気になっていきそうですね。で、今朝のトピックというわけではないんですけれども、この後ですね、3つ目の音読の題材で取り上げたい記事が、安倍晋三さんとですね、それから、岸田文雄首相のこの指導者像、リーダーシップに関する、話題がですね、この3つ目の音読の題材で取り上げていきたい、記事として、なんていうしね、自分なりに探したわけですけれども、その記事のですね、一番下に、土曜日、先週の土曜日の時点で閉会となったですね、臨時国会で成立した法律の、一覧というかですね、箇条書きみたいなものが出てるわけですけれども、私たちが知らない、本当に一般庶民がですね、普通に生活しているうちに、中ではなかなか知りようがない、情報の中でですね、国会で毎回、来年年が明けると、すぐにですね、通常国会が始まりますけれども、通常国会や臨時国会で、成立するとかですね、審議されている法律というのがですね、こんなにたくさんあるんだなということを改めて、感じたというかですね、世間的には旧統一教会の被害者救済に関する法律が成立したと言われてますけれども、それ以外にでもですね、本当にたくさんの法律が改正されたりですね、成立したり、その他条約などもですね、審議されてるんだなということを改めて知ることができるような、この新聞の眺め方ということにもなりますけれども、そのようなことでですね、成立というか閉会したこの通常、臨時国会か、先週の土曜日に、閉会した臨時国会の中でもたくさんの、法律などがですね、審議されていたということを発見したということをですね、今朝の、トピックにしながら、次のですね、このまずは一つ目の音読の題材に入っていきたいなというふうに思ってますけれども、この私たちがですね、新聞を眺めているだけではなかなかそれだけでも、あれだけたくさんのですね、法律が改正されているということは知りようがないので、いろいろと私たちも本当に、社会生活を送る中でもですね、学ばなくてはいけないことが本当にたくさんあるなということも実感したりしましたね。で、一つ目の音読の題材についてはですね、社説の一つ目から、企業は多様な情報を発信し競争力を磨けということで、IR 情報でですね、この企業に発信を求められる情報がまた、どんどん増えていきそうだということなので、社説の中からこのあたりもですね、学んでおきたいなと思います。企業は多様な情報を発信し競争力磨け。企業が2023年から幅広い経営情報の開示を求められる。売上高や利益、資産、負債といった財務に関する情報だけでなく、気候変動対策や人材育成など経営のサスティナビリティ、持続可能性に関する項目も有価証券報告書への記載が必要になる。金融庁は幅広い情報開示が企業の競争力を高め市場の活性化につながるとみて関連規則を改正する。
企業の間には負担増を懸念する声もあるが、長期保有の株主を増やすための投資家向け広報 IR として取り組むべきだ。上場企業など約4000社が対象で、3月期決算企業の報告書から適用される。具体的には人材の育成方針や職場環境の整備など、人的資本の充実に向けた方針や施策、指標などを開示する。さらに女性活躍推進法などの求めに応じて、女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間の賃金格差を公表している企業は報告書への記載も求められる。これにより投資情報としての女性活躍の重要性が高まる。気候変動が経営に大きな影響を与えると判断する企業は、どのような体制でリスクを把握し対処するかといった観点の説明が必要となる。温暖化ガスについても、自社が直接排出したものだけでなく、他社から供給された電力使用に伴う間接排出量も公表することが推奨されている。人材や環境を軽視する企業は社会的に批判を浴び、労働者や消費者から高い支持を得られない。長期にわたり競争力を保つことも難しくなる。人材、環境などをサスティナビリティ情報と呼ぶのはそのためだ。今後も途上国の人権保護や生物多様性の保全など、多様な情報の開示が求められる見通しだ。国際的な統一開示ルールを作る議論も本格化している。議論の行方を注視するだけでなく、日本企業も積極的に基準作りに対して意見を表明すべきだ。もちろん決められた数値情報を開示するだけでは投資家の支持は得られない。経営者が IR に自ら責任を持ち、積極的にメッセージを発する必要がある。オムロンのように情報社会問題への取り組みに絞った説明会を開く企業も増えつつある。社会の変化をいかに予想し柔軟に対応していくか、それを丁寧に説明することがサスティナビリティ情報開示の要定である。ということで、来年からですね、企業のこの情報開示といったらですかね、株式情報だとか、そういった IR 情報の中にですね、盛り込むべき課題ということが大きくなっていく、増えていくということで、企業もですね、負担は大きくなるのはなるでしょうけれども、それによってですね、より自分たちの企業を選んでもらえるですね、項目も増えていくということなので、この辺のところに関する社会の関心が高まってきている項目がですね、明らかになってくるということなので、私たちもですね、なかなかこの投資という意味で言ったら携わる人はあまり多くないかもしれませんけれども、そういう中で社会がですね、今どういうことに関心を持って、そして社会がどう変わろうとしているのかということも、こういう記事から、もしくはですね、この IR 情報が変わっていく流れを見ることによって学ぶことができるので、私たちもですね、社会の変化に柔軟に対応するという意味では、こういう意識も、こういう項目をですね、自分の中で意識しておくということも重要になってくるかと思います。そして、社説の2つ目、になりますけれども、タイトルはですね、親権の議論は子供を第一にということで、離婚した後の親権をどのように持っていくことになるのかということがまた議論されているようなので、この辺のところもですね、社会のこの変化の流れを見る上で学んでおきたいなと思います。親権の議論は子供を第一に。離婚後の親権のあり方について、法制審議会の部会が中間試案をまとめた。共同親権の導入を含めた様々な選択肢を示し、議論の叩き台とする。2023年2月中旬まで国民の声を聞くパブリックコメントも始めた。厚生労働省によると、子供のいる離婚は2021年約10万5千件だった。多くの人に関わる問題だ。子供の最善の利益、幸せを第一に、どういう仕組みが望ましいのか、幅広い議論が必要だ。現行の民法では、子どもの親権は婚姻中は父母双方が持ち、離婚後はどちらか一方になる。試案では共同親権の導入と今の単独親権の維持等を併記した。共同親権についてはさらに原則は共同か単独か、身の回りの世話をする看護者を定めるかどうかなど細かく分けた。部会では2021年3月から議論してきたが、意見の隔たりが大きく、方向性は示していない。
共同親権の利点としては親としての自覚が高まり、養育費の確保などにもつながる。離婚の際の親権争いや子どもの連れ去りを防げるといった指摘がある。その一方で反対する立場からはドメスティックバイオレンスや児童虐待が離婚後も続くといった声も強い。そもそも養育費の支払いは親権に関わらず親の責務だ。海外の主要国では共同親権が一般的だが具体的なやり方は様々だ。離婚の際に裁判所の関与が必要なことも多い。日本では夫婦の協議だけで離婚するケースがほとんど。家庭のことは家庭でという社会的な意識も強く、離婚の悩みに対するサポートや DV、虐待問題への介入、支援も十分ではない。親権について今後の議論の土俵を踏まえる、今後の土俵を整える上ではこうした取り組みも欠かせない。今回の試案では養育費確保の実効性を高める方策や親子の交流のための対策も盛り込まれている。離婚後の子どもの立場に目を配り、これらの議論も進めたい。ということで、社会がですね、よりよく変わっていこうということや、今ある起きている問題をですね、より減らしていこうという流れの中で、やはりこの離婚後のですね、親権をどのように持っていくのかということも、社会の変化やですね、家庭の在り方が変わるにつれて変わっていくという、まさに今その過渡期の中にあるということなので、どのように変わっていくのかですね、やはり、離婚をする家庭というのは2021年子どもがいて離婚する家庭というのは約10万5000件だったということで、全体的な人口の中に占めればですね、本当に少ないかもしれませんけれども、それによって困るのは本当に子ども一人一人になってくるので、その本当にですね、親権の議論は子どものことを第一に考えてというこのマインドをですね、忘れずにこの大人たちがですね、しっかりと議論してあげてほしいなと思いますね。そして先ほど言ったですね、この閉会した国会でですね、成立した法律などをこう扱った、羅列した記事の上にあるですね、風見鶏というコラムで、これはですね、島田学さんという方が書かれた、記事のようですけれども、風見鶏というコラムで、安倍氏が託した指導者像というタイトルのコラムとなっていて、安倍氏とですね、それから岸田首相の関係性だとか、岸田首相が今、葛藤している様だとかということもですね、ちょっと、なんて言うんでしょうね、全てが事実かどうかは分かりませんけれども、交わされた言葉などもですね、ある意味具体的に、想定しつつ書かれている、興味深い記事だったので、これを3つ目の音読の題材に取り上げさせてもらいたいなと思います。風見鶏、安倍氏が託した指導者像。よく通算8年8ヶ月も首相をやっていましたね。私はまだ1年足らずですが疲れを感じる時があります、と岸田文雄首相は生前の安倍晋三首相に漏らしたことがある。理由の一つは膨大な仕事量だ。首相は朝から晩までレクと称する説明や会議に追われる。岸田氏は全てを把握しきれず理解もしきれない。一体どうしていたのですか、と安倍氏に尋ねた。安倍氏は助言した。 100% 理解しようとするのは無理ですよ。私なんてよくて 20-30% 大事なポイントだけ間違わなければいい、もし、聞き流した後で必要な時にまた聞いたっていい。首相からもう一度聞きたいと言われて拒む官僚はいないから、と言われ、それから半年近く岸田政権は2度目の予算編成の正念場を迎えつつある。人への投資は新しい資本主義の一丁目一番地、構造的な賃上げや防衛力の強化も最優先課題という。どれも大事だが、あれもこれもとなると人は焦点を絞れない。何をしたいのかわからないという就任前からの批判は残り続ける。経済安全保障推進法の成立など就任後の成果はある。今内閣支持率が低迷する理由は、世界平和統一家庭連合、旧統一教会問題への対応や相次ぐ閣僚の辞任だけではないはずだ。トップリーダーに求められるのは優先順位の決定、明確でない限り霞が関も首相の関心を先回りする提案を示しづらい。今の政治情勢を冷静に俯瞰してほしい。内閣支持率の低さに右往左往すべきでないと、
自民党の麻生太郎副総裁は寺田稔前総務相が事実上更迭された4日後の11月24日岸田氏との会食で説明説いた。国政選挙はしばらくない。党内の各派閥はポスト岸田を出せない状況にある。麻生氏はそう説明した上で政権を握る側の優位性は何ら変わっていないと伝えた。一時永田町で広がった早期の内閣改造論にも 反対をした。政権の課題を絞り込んで国民に伝えることが大事だとも語った。安倍氏と麻生氏2人の首相経験者のアドバイスは共通する。麻生氏は2つの点があらゆる政策の根本にあると説明すべきだと強調した。一つは賃上げにつながる経済政策、もう一つはロシアのウクライナ侵攻に伴う国際情勢への対応。2点を整理して国民に話さなければ各政策がバラバラに移ると主張した。政権の力点が不明瞭なら外交も影響を受ける。日中両政府は日中国交正常化50周年の節目だった9月下旬を前に両首脳の直接の接触を探ったものの実現はできなかった。当時中国は習近平国家主席の総書記3期目がかかる共産党大会の直前だった。対中姿勢の軸が不透明な不明確な相手と話し合うのは、リスクでしかない。曖昧な態度は誤解や予期せぬ衝突も生む。台湾有事が現実味を帯びる中、曖昧戦略は有害になりかねない。安倍氏の厳しい対中姿勢は共産党指導部の暴走に歯止めをかけたと安倍氏の死去後中国の SNS で一時こんな投稿があった。対立する相手でも明確な方針を示せば将来見通しの透明性が上がり何らかの影響力を生む。岸田氏が大切にする聞く力も大事だが状況に合わせるだけでは能動的に動けない。万人に好かれる指導者はいない。何かを実行する思いが強いほど反発も強まる。支持率の低迷はリーダーのありようへの問いかけと言える。ということでですね、この安倍さんとそれから麻生さんが岸田さんにしたですね、このアドバイスということが、どんなリーダーシップを図るリーダーシップをですね取る人にも参考になるのではないかというようなことで、この風緑というタイトルがちょっと皮肉的に聞こえなくもないような内容になったりもしますけれども、それはそれとしてですね、やはり風緑はいろんなところから来る風をしっかりと受けて、そして自分の進むべき方向をですね、指すべき方向を定めるということにもなるので、これはこれでですね、本当私たちにとってもですね、示唆のある非常にですね、重みのある記事だったのではないかなというふうなことで、今日の音読もですね、非常に充実した内容だったかと思います。ということで今日はですね、2022年、令和4年の12月11、12日のですね、今日は月曜日ですね、12月12日の月曜日となっています。今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは